川さん、まずはガールズ芸人フェスティバル2024の優勝おめでとうございます。ありがとうございました。お気持ちから聞かせてもらいたいんですけど、なんかやっとっていう気持ちと、なんか嬉しい気持ちが、まあ、大きいです。そのやっとっていうのはどういったところから聞きますか。まあ、デビューして5年ビッグで結構走ってるんですけど、まあ、なかなか、まあ、チャックにも入れず、まあ、でも逃げて、今まで逃げてこれたのがなんか力になって、まあ、逃げ切って優勝できたかなと思います。じゃあその決勝戦も振り返っていただきたいんですけども、今日はどのような展開を考えていらっしゃいますか。まあ、今日ももう全突破で成功したいと思ってました。その全突破というのはやっぱ前の人さんの走りがあってっていうのはありますか。そうですね、体の状態も良かったし、まあ3-3だし逃げ切れる距離ではあるかなと思って、はい、決勝戦実際にそのかけていっていかがでしたか。感覚はすごい良くて、まあ、後半もなんか自分の持ち味というかペースに入れてしっかり走れたかなと思います。後ろの様子なんかはどうですか。気になりますか。まあ、もう全然見てなくて、まあ、もう前にだけ踏んでました。もうゴール線をめがけてということで、はい、で実際に最後の決勝戦やってきましたけども、いかがでしたか。2センターからもう一回踏み直す余力があったんで、まあ、しっかりそこで踏み切ってて逃げ切れるって思いました。優勝したという実感はどのあたりですか。まあ、ゴール線でものすごい声援が聞こえたんですけど、いかがでしたか。そうですね、まあ、すごい力になりました。で、まあ勝って、まあ、賞金を積み重ねたという意味もあると思うんですが、いかがでしょうか。今年はまあ前半はあんまり良くなくて、まあ、賞金も全然ランキングに入ってないぐらいだったんですけど、まあ、これでまたグランプリ4連続目指して頑張りたいなと思います。まあ、選手としては後期7月から始まったところですけど、どういった残り半年走っていきたいですか。まあ、これまで通り、まあその中でもちょっと最近は自力基本にいてコメントしてるんですけど、まあ、その自分の持ち味も活かしながら、まあ、勝てるレースを心がけていきたいなと思います。最後に聞きたいのは、師匠にどんな報告したいですか。終わったらとりあえず電話して優勝できましたって伝えたいなと思います。優勝おめでとうございます。ありがとうございました。まずこの優勝をどのように報告したいでしょうか。まあ、師匠と家族に伝えたいです。まあ、初日に引き続きの会心も逃げて勝ったと思いますけども、やっぱりこれは奈良で出稽古した成果っていうのはありますでしょうか。まあ、その練習の成果もあるんですけど、まあ、日頃から見てもらってる、お世話になってる人たちにのおかげもすごいあると思います。まあ、この後はまた G1 がもう一つありますけども、目標を教えてください。はい、今まで通りしっかり自力出しながらもっと上目指していけたらいいなと思います。では最後にファンの皆様へメッセージお願いします。3日間応援ありがとうございました。まあ、また頑張るんで、またこれからも応援よろしくお願いします。